そうか。お前らもやっと初舞台か。はいはい。でどうや、コンビ名考えたんか。はい、あのいろいろ迷ったんですけど、うん、レーザービームっていうコンビ名。で、何やその名前は。でも師匠、あのお客様のハートを打ち抜くっていう意味もあるんです。その心は大切やけども。ありがとうございます。お前な、コンビ名言うのは看板や、はい、それで50年60年やっていかなあかんねや、はい、お前考え直せ。すいません、すいません、金ないっしょ。あの3番に電話入ってます。はい、カレーライスですけど。ああ、早うハヤシライス持ってきてくれなあかんが。腹減っとんねや。考えたくか。どれにすんねや。パラシュート豚って。どういう意味や。あのお客様のハートに舞い降りるっていう。この心は大切やけども。枯れないっしょ。2番に。あのチキンライス持ってきてくれなあかん。ほら言っとんねや。考えたんか。何ちゅう名前や。いや、ミルキーウェイ。どういう意味や。お客様に甘い気持ちにした。もうええわ。